本日は6番サード原が帰ってまいりました。カープが繰り出しましたのは片瀬、江ノ島にやっておりますが、こちらの片瀬はどうか。1回の裏2番河合でございますが、まあいい投球をする片瀬の球はこれだよ。夏なお番茶のように渋いこのバッティング、河合をセカンドに置きまして、昨日散髪をして縦髪が短くなりましたゴジラ君、気分一新のスイングを期待いたします。うん、センター正面だ。残念、取られた。そして続く落合は、いやスタミナ家庭料理の効果今一か。いやー、3番4番が給水制限じゃ戦えんな。そこへ現れますのが、ただいま絶好調、今日6番目の男、原辰徳。2回の裏でございます。どっと、これはなんだ、ファールか。レフト線、球はポール直撃、ソロホームラン、3試合連続アーチ原辰徳。いやー、おのおの方ご存知か。痩せたいといえども原辰徳は元巨人の4番打者。その自力のほどお見せ申しましたぞ、原会心の笑みであります。さて本日ジャイアンツの先発は足を痛め、ドームは5月以来のジョーンズだ。うわっと、あ、打たれましても、おー、サード原見事なプレーで守備の方も締めております。監督さん見てますよね、僕のこと。守備に助けられまして、ジョーンズも4回までノーヒットピッチングは立派でございます。そして4回の裏でございます。おっと、さあここ4番バッターの落合さん、フォアボールを選んでゆっくりと一塁へ。現在のジャイアンツは3番4番が不動のオーダー、その2人が見つめる中、今一番頼りになる6番原がバッターボックスに入ります。見守るドームのお客さんに一瞬真夏の夜の夢か、4番原の面影が。そして3球目でした。あーと、振り切った、レフトスタンドでかい。本日2打席連続ツーラン。首ひねってちゃダメなんだよ落合さん、あなたが4番バッターなんだから、私たち信じてんのよ。かくて4番バッター大当たりの6番を迎えるのず。ジャイアンツ4回までに嬉しい嬉しい3対0、いい8月のスタートだ。ムードはゆきゆき、6回にはデイブ大久保だ、ツーラン、5点目。あなた打ったの、うん、僕ちゃんも打ったの、健闘をたたえ合いまして。さて7回表でございます。よく好投しておりましたジョーンズですが、この回の広島セカンドにランナーを置いて金本がライト線タイムリー。ああ恐ろしい恐ろしい、カープの反撃が始まった。まず1点。続く8番西山、うわーと右中間真っ二つ、タイムリーツーベース、5対2となってジョーンズ降板。おいおい、原の2発はあだばななんてのなしにしてちょうだいね。原の願いを背に、ここは橋本がピシッと締めます。野村を打ち取りまして、カープの反撃も2点まで。さて9回の守りでございますが、お約束の石毛くんでございます。打者2人を難なく打ち取りまして2アウト。最後のバッターも150キロの快速球ピシャリと締めまして、8月のジャイアンツは嬉しい白星発進。今日のヒーローの名前はもちろんこの方。まあ、ちょっとゲーム出ないね日々もあったんでね、まあ、その辺の悔しさがね、やっぱり今こう出てると思いますけどね。そして何よりも今日は明子夫人と愛息吉祖君の笑顔が大きいぞ。原君おめでとう。ヒーローの原について長嶋監督、今日は2本ですか、しかも効果的ですね、あれでジョーンズが楽になりましたよと応援。